全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。外から押して16番赤レンガペガス、13番レッフーザかわして先頭、その後は15番インパスコミュー、2番ホストドラマレーン後位につけています。各馬1コーナーを目指します。内から6番アーバンレッフーザ、3馬身相手10番イモヨウカーン、続きまして12番ソードシエル、5番イチゴカルピス、14番サカナツーフライト、この辺りが中段、内押さえて7番お腹すいた、これを見るように内側3番フーちゃんの愛、これから向こう上面に入ります。続きまして18番ウエリクラッキー、内押さえて8番メタルニュー、11番ハローセーラム、外から17番オロギ、 1000m の通過タイムは1分0秒5、内から1番カスサンライズ、1馬身相手9番タインジュンボン、最後方は4番サムライダリア、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は13番レッフーザ、後ろに15番インパストミュー、2番ボストドラバレーン後位をキープ、続きまして16番赤レンガテラス、18頭大欅の向こうを通過、内押さえて6番アーバンレッフーザ、1番人気10番イモヨウカーン、この位置内押さえて5番イチゴカルピス、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ正念場の直線、高速各馬の動きはどうか。レッフーザ抜け出した、400を切って先頭レッフーザ、その後インパストミュー、レッフーザ粘っている、インパストミュー少し離れて追走、あと200、レッフーザ足色は衰えない、赤レンガテラス追い込んでくる、逃げる逃げる、レッフーザレッフーザ先頭、レッフーザ先頭でゴリ、勝ったのはレッフーザ、鞍上は古川奈穂騎手、レッフーザブリーダーズカップを制しました。2着アーバンレッフーザ、3着赤レンガテラス。